い、皆さんこんにちは。こんにちは。昨日実はこんなに立派なメロンをいただきました。すごいです。美味しそうです。ただまだちょっと若いのですぐには食べられません。メロンの食べ頃をお伝えすると、はい、まずこういうつるがついてる場合はこのつるが枯れるまで待ちます。その後メロンをお尻ですね、お尻を押していただいて弾力の出てきたもの、そしてメロンのみずみずしい匂いが香りがね、してきたものが食べ頃になります。あらあら、うん、メロン今が旬なのでとっても美味しいです。楽しみです。でメロンは 90% 以上が水分になるので、フルーツの中でも一番最初に食べてください。プチ情報でした。ではまたね、バイバイ。